はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2では続きをやっていきたいと思います。今回はいよいよロンダルキアへの洞窟ですね。多分この洞窟もちょっと何回かに分けて攻略する形になると思うので、とりあえず行きましょう。トラマナをかけて旅の扉へ入りましょう。一歩分のバリア地帯があるとはいえ、トラマナは1だからね。で、この祠の西にロンダルキアへ通じる道があるという。しかしお若いの、その道はかなり険しい。焦らずにな。こういうところには特にアイテムはなさそうですね。これどっから出んだっけ。ちょっとトラマナをかけて、あ、ここだ、ここ。下から出れますね。あれ？なんかいる敵が。キーキー、いじめないでくれよ。いいこと教えるからさ。ムーンペタの町に水の紋章があるって話だよ。おっせえよ。まあ、あいつの仲間だったのかな。倒したのは。あれ？なんか炎がいる。勇者の子孫よ、どこへ行こうというのか。おお、これでついに憎きハーゴンのもとへ。この先の沼で像を天に掲げよ。さすれば道は開かれる。頼もしき勇者の子孫よ、力を合わせ悪を倒してくれ。あとは任せたぞ。あ、こんなやついなかったよね。なんだ、なんか今吹き出しみたいなの出なかった。首狩り族。どうしようかな。もう言わずに使ってこう。8か。結構マスパーの消費が激しいね。効かなかった。出た。効かなかった。何、ゴールドオークとか。攻撃をいともたやすく流してくる。あ、ここのトラマナは別にいいかな。で、邪神の像を使いましょう。まあ、どういう仕組みかはわからんが、あれ、もう入れる。で、問題はここなんすね。もういきなりさ、階段が多いんだけど。こういう感じになってんのか。宝箱があるね。ま、このところの町も1だからあんまり気にせず大丈夫で、力の種はもう使ってこう。3、 OK。 で、こっちの方から出てみる。腐った死体、これはベギラマでいいかな。イオナズンはさすがにもったいないからね。ベギラマと三日月のって。でも多少はマジックパー使っていきましょう。もう分割して攻略していく。寝たた死体自体はあんまり強くないからね。で、え、とにかく上に登っていくか。じゃあ、あれ、これってさ、なんかさ、ループするんだっけ。グール、30か。結構当たったね。よし、この階段絶対さっきの階段に通じてるはずだから。あ、これか。どうしようかな。もうベギラマ三日月でいこう。これで3匹倒れればいいね。いいね。どういうあれだ。またこう敵が多い。げ、こいつもベギラマ唱えてくんのかよ。ベギラマ4連発されたら確実にパーティーは全滅するな。うおー、2連発。こっちも開始じゃい。いや、よかったよかった。速攻で倒す方向でやっておいて。29レベル。最近ベギラマが流行ってるね。
ベホイミで全員回復させときましょう。ちょっとマジックパワーを使うけど、でここも多分ループだな。そうするとわからんな。ベビルは危険だしな。どうしようかな。ヨナズン捕らえよう。これで倒せるやつは倒す。ほら、いいね、一撃で壊滅。で手下が27。おお、ザラキか。どうなんだろうね。で階段があって、3番目のとこに階段があったね。宝箱とかな、取りたいんだけどな。はぐれメタル、おらおらおら。逃げ出す率高すぎじゃねえか。1500円ミンクのコードとかね、6万円するからな。どうやって買えばいいんだよ本当に。オークキングか今度は。もうどんどんヨナズン捉えていこう。ヨナズン一発じゃ倒せないか。で祈りの指輪をねちょっと使うのはもったいないので、あれどうなってんだこれ、めちゃ広いな。バーサーカーとかな、マジ強そうだな。これはもう全力でいこう。ヨナズン、これでバーサーカーは絶対倒した。おお、オークキングもダメージが高ければ倒せるね。700とか、めちゃ経験値持ってんな。自分が行ったところとか把握しとかないとね、2回目の探索の時にわけが分かんなくなる。これは手下ミックスパターンでいけるね。マホトーン、まあ楽勝でしょマホトーンなんて。うおお、どんだけマホトーン使ってくるんだ。鉄兜、これも売ろう。金だ金、とにかく今金が必要なんだ。あれこれってさあ、ループするかと思ったらなんかね、わりかしループしそうな。シルファーデビルってさ、ヨナズン使ってこなかったっけ。ほら怖い、とにかくねもう魔法が怖いねこのゲームは。ベギラマとかね、ヨナズンとか連発されると。宝箱、死神の盾、これ絶対呪われてるでしょ。キラーマシン来た、キラーマシンは絶対強いよ。メタルハンターはさ、グー2回攻撃でこれか。バーサーカーはヨナズンで倒す。キラーマシンには効かない、そんな予感はしていたけど、会心一撃。おお、もう1000を超えてくるね。さてだいぶマジックパワーも減ってきたけど、まだあんまり探索をしている感じがしないな。とにかくねロンダルキアへの洞窟はほんと広いんで、広いし複雑だし、ここはマジックパワー節約でいきましょう。まあ、ほとんどダメか。手下がそれなりに食らってるね。レベルアップ、下っ端、よしよしよし、素早さが上がった。素早さがね上がってくれればイオナズンのね出が早くなるんで、やっぱりねイオナズンはね一番最初に打ってもらいたいですよね。どうしようかな。ガーゴイル、ベギラマの三日月の杖、ここでいこう。ほらほら、ベギラマ、ミックスは力上げただけあって攻撃力めっちゃ高えな。
で、なんか変な床がある腐った死体もめんどくさいからな。ちょっともうベギラマの、いやこれはベギラマイカズチだな。イオナ分はさすがにもったいない。ベギラマの攻撃力めちゃくちゃ上がってんな。こんな強かったっけ。なんか30から40くらいだった気もするんだけどな。でファミコン版だとなんかベギラマって全体だった気もするけど、もうここも全部気がするだからね。オークキングに、ベギラマイカズしていこう。10とか、いや全部12とか、どんだけしょぼいねん。誰一人倒せない。オークキングはそれなりにダメージを与えてくれ。腐った死体とかさ、甘い息入ってくる。ゲー2人寝たし、しかもデフォルメとか超めんどくせえことしてくんな。そして毒に侵されたって追加なんだけど、また寝たのか。大体さ、腐った死体のさ甘い息っておかしくないか。超臭そうなんだけど腐った死体の甘い息とか甘いの本当に。だいぶマジックパワーがもうないね。回復させとこう。でまたこんなパターンか。あー、ここは落とし穴地帯なんだよね。ほらもうさすがに覚えてないからな。でハーゴンの騎士とかね、強そう。かわされたか。え、マジでなんだこいつ。バーサーカーもそれなりにダメージを与えてくるね。やっぱ手下の防御力なんだよね問題は。だって48下がってさ50下がるってことはさ、手下の方が防御力低いってことだからね。力の盾は買っておいて正解だったな。かなり40とかマジですかい。いや、どんどんマジックパワーを消耗していくな。さすがにフレイム、こいつなんか炎入ってきそう。よし、その前にぶっ倒す。でなんかここら辺に落とし穴みたいなのがあった気がするんだけどな。稲妻の剣をね取りたいんですよ。ロンダルキアにある最強の剣ですね。最強の剣レベルアップ。おお、ミックス大金槌、金になるな。あ、こう、そう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 ね。これはねなんとなく覚えてる。いいねいいねいいね。稲妻の剣、これを回収できれば次回探索がめちゃ楽になるからな。死神の盾とか、それ防御力上がるけど呪われてるから、198とか。よし、完璧だ。でどこに出てくるんだその先はさっぱりわからん。あ、どん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 落ちて最初の方に戻るんだっけ。あ、戻ったね。ただどうしようかな。こっちの階段に行ってみましょうか。宝箱はね回収したいからね。結構いいものがねここはあったはずなんで。何にもないここには何にもなかった。ただモンスターもなぜかあんまり出てこない。右に行って1。やばいやばいやばい、これさひどい、無理だよ。ベギラマ唱えられたら死ぬ。火の引きもまずい。うわー、一気に壊滅状態に陥った。これは確実に倒そう。先手を取れイオナズン。いきなり襲いかかってきた系が最悪だよな本当に。よしよしよし、危なかった。ただかなりの損害が出たな。ベホイミもね唱えないといけないからね。
全員ベホイミにしておこう。さて、2個目、3個目の上だよね。あれ違った？4個目だっけ。出た。もうこいつらは早急に始末する。イオナズンで、これでまあ全員倒せるからね。ただ効かなかったっていうのは今のところないよね。ベビルがイオナズン効かないで、28レベル。あ、階段ない。え、3回目ってこと？いや、そんな。え？ちょ、最初に戻っちゃったな。ベビル。いやー、どうする？イオナズン使おう。もう安全に行こう。あと2回くらいしか使えないよね、ただ。ちょっともう一回じゃあ確かめよう。1個目何もない。もう使おう。イオナズン、とにかくイオナズン頼み。倒せない時もあるか。ミックス89とか。すんげえ強えんだけど。でこれ2個目だよね。で次が3個目。あれない。どこだっけ。え、ここ違う。実はさっきと違う。イオナズン、いやー早い早い早い。でここ。え、どういうこと？全然わかんないんだけど。あれ、これ上に行くんだっけ？さらにもう一個。違うよな。これ上行って、あれ？実はループではないのか。ちょっとわからんな。わからんけど、なんとなく理解はできた。上の段に行かなきゃいけないんだ。そういうことか。で右のところはずっとループしてくるんだな。なかなかにやはり難所ではあるな。でイオナズンはあと1回しか使えないからとっとこう。でリレミト分も残しとかないといけないから、リレミトはね手下が唱えればいいんで。マホトーン期間はそんなもん。宝箱取りたい。何が入ってるかわからないけど取りたい。これどうする。いやーもったいないな。さすがに下っ端ちゃんがちょっと減ってきたか。すげえ97とか。で、ベホイミを唱えておきましょう。宝箱を回収して福引券いらんわ。でもまあ福引券ね、祈りの指輪が手に入る可能性があるんで。でまた宝箱とロトの鎧。 OKOK 下っ端かな。手に入れてもしょうがないからな。ドラゴンキラー一回ここに渡そう。でロトの鎧、これは強いんだよね。ガイアの鎧より全然強いわ。でロトの鎧も確か、でもそうだよね、自分しか装備できないんで。ロトの剣はねサマルトリアもいけるんですけど、まあ、ファミコン版は装備できなかったっていうのがあるんで、ここは特に何にもなし。腐った死体は弱いからちょっとほっとこう。ガーゴイル一発で倒せる。倒せるね、さすがだ。いや下っ端もなんか知んないけど攻撃力高いな。ってか腐った死体が防御力低いのか。
こうやってレベルが上がっていって、よし、イオナズン一発分でも増えてくれれば全然違うからな。ここはもう攻撃でいこう。下っ端プラス手下、ミックスが一発で倒せなかったね。うわそうだ、甘い気だ、めんどくさい。しかも寝た、二人寝て毒に侵されて、おら、お前らが寝てる間に二人始末してやったぜ。イオナズン一発分は確実に取っとかないといけないから、キアリーは手下に任せよう。そろそろ本当に手下のマジックパーも枯渇してきたな。あれ、でどっから行くんだっけ。よし、気づいてない。ガーゴイル腐ったしたい、腐ったしたいと。今回は楽だったな。でこれなんだっけ、入ったっけ。じゃあこっから来たのよ。こっから来て上の方に行きましょう。腐った死体自体はね、ほんと弱いからね、まあ、ちょっとめんどくさいことになるっていうのはあるけど、こうやってね寝るからね。おいおいおい全員寝やがった寝ててダメージを食らわないって何事もなかったな。でさっきのね落とし穴地帯に行きたいのよ。要はもうこいつらほんとめんどくさいわ。まあ、これだけでもダメージ与えておけば絶対一撃で倒せるからね。100とか手下、何手下で倒せなかったか。下っ端で最後殴ろう。で右だっけ、あれ、あそうだっけね。でオークキングは2人に任せよう。手下と下っ端いけるか、全然ダメだ。ミックスはガーゴール一発なんでね、ベホイミ、ま、攻撃されなかっただけよしとしましょう。手下ミックスで絶対倒せるんで。おお、オークキングは先に倒しておく。で腐った死体にはイカズチの杖で減らしておこう。おお、一発で倒したね。出た、お前いいか、寝るなお前らは。手下だとな、ちょっと怪しいからな、倒せるかどうかは。で一回落ちたところはもう落とし穴が見えてるんで、ちなみにファミコン版だとね落とし穴見えないんで、一回落ちた後もメモしながらね行かなきゃいけないんですよね。でこれね、なんかもう遠くから行った、うお全然ダメだでどこに階段があるんだっけ。フレイムバーサーカー、きたー、月夜ベギラマとは言わなくてもベギラマクラスだな。ベホイミと、水の箱の群れでもだいぶダメージ軽減できてるね。で、あ、ここに出てくるのね、ゲドラゴンとか、しかも2匹、マジかよ、イカズチの杖効くのか。ドラゴンの体を貫くイカズチ、攻撃を食らうことなく終わったな。すっげえ、2人で1200も持ってんだ。31レベルで、とりあえず端に端に行こう。
キラーマシーン、メイジバピラスとか嫌だな。防御しとこう。うん、メイジバピラスは弱いね。よし、キラーマシーンさえ倒せば、あとはお前をぶっ倒す。これはこうでいいよね。キラーマシンだな、ちょっと怖い。ドラゴン下っ端で10いくつか。うおー、やっぱりキラーマシンの2回攻撃がね。回収してき、あんまり、うわ、かわされた。どんどん強くなってくね。手下が29レベル。よし、ザオリク覚えた。あと18か。そろそろ考えないとね。ちょっと待って、もうこれ無理だな。イオナズン唱えよう。火の息もな、何気に食らうからな。この戦闘を最後にちょっと一回ここから撤退しよう。撤退します。リレミトで、ルーラでベラヌールへ行きましょう。ちなみにまだルーラ最後のところが登録されてないんですけれども、これはね、あのロンダルキアを抜けたところの回復ポイントだと思いますもうそれしか考えられないんで、ガイアの鎧とかもいらん。鉄兜も売ろう。牢屋の鍵とか未だにいるのか。大金槌売ろう。いいねいいね、金が貯まっていく、金が貯まっていくけど6万円には程遠いな。ドラゴンキラー、よしよしよし、金がすげえ一気に貯まったな。この2つで死神の盾とか売っていいよね。いらんわ。で、福引き券預けとくか。福引き券を預けましょう。で、一回寝て、あ、しまった、こんなんあったわ病気になってしまったか、体が動かない。どうやらハーゴンが僕に呪いをかけているらしい。しかしやられたのが僕一人でよかった。多分僕はもうダメだ。さあ僕に構わず行ってくれって。これちなみにね、2人でもクリアできるんですよ。あのしたことないですけど、もうめんどくせえことやらされんな本当に。手下、世界中の歯を煎じ手下の口に含ませた。手下の顔色がみるみる良くなっていく。ありがとう、僕はもう大丈夫だ。はいえなそうか、だからこの街でこのイベントが起こるんだな。忘れるわ、世界樹の葉をちょっと調達しないと。さすがにね、世界樹の葉なしだとかなりの不安があるんで。で、これはもうルーラで、ザハンまで飛んで船に乗って、トヘロスを唱えよう。船の敵だったらトヘロス大丈夫かな。うん、全然大丈夫だね。うわ、効力がなくなった。しかし世界中の葉はゲット。さあまたベラヌールへ帰りましょう。一応これで準備は万端かな。ちょっともう薬草とかね、回復量が少ないとはいえどうなんだろうな。で、トラマナを唱えて、これ結構食らうんだよね、このうねうねしたバリアゾーン。で、一歩でさえちょっとトラマナを唱えていこう。さすがにこの毒の沼地は大丈夫でしょ。
でもうすでに空いてるんで、邪神の像ってあれ、ヒバ番号とかよくわかんねえのが出てきたな。一撃だけど大丈夫。で最初の方はもうふざけんなマジかよ、こんなんあったんだ。ってかさ、なんか墓の前とか種とか落っこってそうな気もするけど、じゃあこれあれか、一回上に行ってそれでまた上に行けばいいのかな。もうグールごときは完全雑魚だな。で出た、これはもうマジでね、イオナズン案件だよ。手下でも一発で倒せるんだ、強くなったのを実感できるけど、ちょっとねベギラマの餌食にはなりたくないんで。24レベル、まだザオリクとか覚えないね。でここ、いやーもう本当にイオナズンで片付ける。この回は結構ベビルが出てくるね。よし、あーあったあった、なるほど、分かった、完全に理解できたな。今心で理解できた、ここのダンジョンの構造が。で上か、はぐれメタルもうこのパターンばっかだな、攻撃すらしてこない。ガンゴイルを倒しておこう。ベホイン、ま、所詮命が少々長引いただけだ。何無駄だ。おお、手下に対してだいぶダメージを与えてきたね。ちょっと、まあ、ホイミでいっか。こういう時にね薬草があれば節約できるんだけど、あとはロンダルキアを超えて、なんか変な回復の祠にでルーラの地点が登録されたら、ミンクのコートをね買う、お金が貯まってるかな。宝箱、いいねいいね、福引き券かよ、いらんわ。腐った死体、これはやっぱりでも節約していきたい。一応ね稲妻の剣もそう道具としてね使えるんですけど、そんな強くなかったよね。多分ねバギクラスの攻撃だったと思うんで寝やがった下っ端は雷の杖を使って全体的に減らしていきましょう。毒も意外に鬱陶しいな、キアリーを唱えないといけないっていうのがめんどくさい。3も使うのキアリーってマジで。でここが怒ったからな落ちたマジでわからん、落とし穴だらけすぎるだろう。でまたここに出てきて、ちょっと外壁を伝っていこう。ドラゴンドラゴン、イカズチの杖プラスミックスでした。うおー、火の息が早かったか。
あんまり食らわないね、火の息だと。ドラゴン2体だったらなんとか余裕で対処できるね。3体出てこられるとちょっと厳しそうだけど、ここあそこの階段に行きたいんだけど、欲張りすぎると落ちるからね。メイジバピラスか、どうしよう。ユナーズン捉えよう。効かないケースがあるんだっけ。効かないね。うわ、2体効かないか。手下会心の一撃、ミックス攻撃、よし。ルカナン、まこのターンで倒せるからルカナンなど無意味だ。撲殺する。でどうしよう。欲張りたくない。欲張ると落ちるマジで。あれ、あ、こっちの階段か。シルバーデビル絶対ヨナズン捉えてくる。甘い気か。うわー、ミックスが値上がった。手下なんとかしてくれ。ヒットポイントはそんな高くないか、シルバーデビル。おお、寝てるのにレベルが上がったぜ。すげえ上がったな、また。で、ここも確かなんかループ地点だったような気がするんだよね。キラーマシンは排除しておきたい。で、メイジパピラスはな、ヨナズンが効かないケースがあるからね。火の息、少しこの戦闘が終わったら回復してるか。なりほー厄介だな、本当に。ミックス84、一撃を。ベホイミで自分もちょっとベホイミをかけとこう。で、うおー、間違えた。そうだよねここも違いっていうか違う、左か。で、右、これ適当なんだけどね。もうどうする、このめんどくさいやつら。とりあえずヨナズン唱えて、メイジパピラスに当たれば儲け者。こいつも当たるか。キラーマシアも絶対効かないな。バーサーカーは倒せるとしても、ルカなんか87とかすんげえ下がるな。ただこのターンで終わらせる。よーし、レベルアップ。手下も30レベルか、いいね。でで次よ、キラーマシーン、キラーマシーンで、イオナズンでもうとりあえずバーサーカーを倒すと。絶対効かないか、キラーマシーンは。30とか食らいすぎだな。ベホイミと。で、どうする、下行ってみる。いや、なんか違うっぽいな。チャッ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 チャってなると違うんだよね左の、またこのパターンかよ。一番めんどくさいパターンだね。眠るか、寝ろ。お、寝た。よしよしよし、お前ら寝てろ。 OKOK キラーマシンを一撃で倒せたのもでかいな。で、これは下っ端でしょ。そうだね、まちょいちょい上がってくれて、次どこだ1個ずつ確かめるしかないからな。下っ端もキラーマシンに対して全然ダメージ通らないわ。ルカナン、まあ無駄なことをする。一応下っ端手下コンビでメイジバピラスは倒せるか。で、じゃあ上行く？違う、ほんとめんどくさいな、ここは。シルバーデビル攻撃される前に
やれ、危ない危ない危ない。ミックスはちょっと素早さがね遅いからね。敵出すぎでしょラリホ寝てろ寝ろ。うん、真ん中いいね。ラリホ返し、倒せるやつを倒す。真ん中、よしよしよし。こいつはラリホーが意外に効くっていうことが分かったから、ラリホーで攻めてこう。でまたじゃあ右の方行く。これはもうここしかないからね。で上、キラーマシーン、キラーマシーン、ドラゴンに対してイオナズンが効くかどうか。バーサーカーをね早く倒せるからいいんだけど、当たった、よしよしよし、オッケー、あー当たった。で次は、お、これはこのまま、うわー出た、どっちだ、左、おーしよしよし。でドラゴン3匹か、ドラゴン3匹は結構きついからな。イオナズン捉えていこう。ドカーン、よし、攻撃はされたけど、ま、一回ベホイミを唱えておくか。すげえ経験値持ってんな。上、おお、え、まだあんの、右、おお、すげえ。多分ここら辺なんとなくの昔の勘なんだろうな、なんか昔の勘が働いていけてるんだろうな。33レベル、もう33レベルか、やっぱ上がるね、ロンダルキアは。抜けた、抜けたけどね、ここね不思議な帽子がねあったはずなんだよね。まあちょっと取りに帰るのは後でやるとして、とりあえずセーブポイントまで行きたい。敵が全然出てこないね。うおー、アークデーモンギガンテス、もう敵が異常だよ。イオナズン唱えよう。アークデーモンもねイオナズン唱えてくるからね。当たるか、よし、燃え盛る火炎、ほら。そう、これねロンダルキア抜けてね敵が異常に強くなって、ここの祠にたどり着く前に死ぬとかザラだからな。2700、すっげえ経験値だな。よし、いやー一安心だね。でこいつなんだっけ、これは下の世界に戻る旅の扉、戻りたいならお入りくださいと言ってるんだけど、確かに戻りたい、それは戻りたい。不思議な帽子をちょっと手に入れて、ミンクのコートを買ってでレベルを上げてっていう感じかな。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。次回は一応やることをやってハーゴンの城に迎える状態から、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。